こんばんのあ2019年8月27日火曜日20時30分になりました。 Now on air が Now on air 第56回放送が始まりました。イエーイ。8月暑いね。8月の2回暑いね。すごいな。夏来てる。夏来てるよ、はい。パーソナリティのももちゃんこと岩渕百音です。そしてみっちゃんこと神戸みつほです。ゆっきーこと田中ゆきです。みさみさこと飯野美佐子です。みんひとこと鈴木ひとみです。みなみこと片平みなです。あ、マイク持つの忘れた。持ってください。この番組は超応援型言霊発信ユニットNow on airがお届けする30分番組です。ということで第56回放送始まりました。皆さん盛り上げてくれてありがとうございます。いや本当にありがとうございます。嬉しい。わいわい、ありがとう、うん。ということでね、もう8月も終盤、うん、終わりに終わっている。27日、まさか、あれまさか、あれおめでとうだったね。おめでとうだったって言われ方初めてした。おめでとうだったねって言われた。8月22日はね、みさみさんのお誕生日、うん、そうだった。うん、もう5日も前だ ね。そうだったね。終わっちゃったね。か20ちゃんちゃいか。ちゃんちゃい、20ちゃんちゃい。仲間だね。うん、2週間後にはこの人が来るよ。誕生日並んでるからね。2週間後には来る。ことになってしまう。お待ちしてます。みっちゃんもね。うん、そうそうそう、まあ、今はまだちょっと若いつもりでいた。3番目みたいな顔してますけど。まあね、世の中はなんか夏休みらしいですよ。もう夏休みが終わるらしいですか。終わりか。終わる。終わるんだ。そうだ、ちょうど終わりの時期だね。うん、宿題やった？誰にいるかな多分あんまりいないと思うよ。宿題ある方は自由研究かな。もう終わりだね。ちゃんと日記書いた毎日。あー、日記書いてなかったよ。まとめて最後にね、一気に書くんだよね。捏造して出た出た出た。まあね、夏休み最後まで楽しんでください。そうですね。それでは今回も30分間お付き合いください。ナオヤがナオヤスタートです。ナオヤがナウオンエア。ナウオンエア。同僚さも怖い話のコーナー。明るくいったね。すごい明るくいったね。怖くない。怖い話のコーナー。怖くない。明るい。楽しいコーナーみたいな。ちょっといいね、その感じでいこう。このコーナーは、いや果たしちゃうよコーナーが。いやいや、その感じでいこう。怖くいこうよ。怖くいきます。始まった。去年間違われてたじゃん。スタッフさんが入れてくれたやつと。うちでやってるんだから。そうそう、私がやってる SE ちゃんとして。すごい。はい、このコーナーはリスナーの皆様からいただいた怖くない話をノアメンバーの演技力で怖い話にしちゃいますというコーナーです。はい、はい。去年もちょうどこの時期に夏にやったんですけど、うん、今回はどんなさも怖い話が届いているのかとっても楽しみです。来てますよ。はい、早速じゃあ行っちゃいます。行っちゃいますか。はい、じゃあお願いします。それでは早速紹介させていただきます。入ってるノアノアネームワイドックさんからいただきました。つい先日、僕は友人からナウオンエアーというグループを布教されました。最初は軽い気持ちでアルバムを買ったのですが、すぐに大好きになりました。さらにはイベントに参加し、シングルを買い揃え、番組の購録に参加するなど、気づけば布教してきた友人よりもハマってしまっていたのです。一体僕はどこまで沼に落ちていくのでしょうか。
っと怖かったね。みーちゃんすごいわ。やったいい。いい声だわ。いや、いいお便りだったわ。いや、いいお便りだった。ありがとうございます。怖い話、激しい。怖い話、怖い話じゃないよ、これはいい話だよ。明るいね、明るい。嬉しい、でも。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃハマっちゃったんだね。どこまで落ちていくんでしょう。まだまだだよ。まだいける。底なし沼ですからね。まだ。怖い話にしちゃった。さあ、続きまして。何何何、私にボソッとブラジルって言ってる。どういうこと。怖い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 。沼が深すぎて貫通したってこと。地球を地球を貫通していたってことですか。そことかブラジルに着くってことか。なるほどね。お前拾われると思う。だってどういうことよ。ブラジル。じゃあ皆さんももしかしたら気づいたらブラジルにいるかもしれないという。怖い怖い怖い話だよ。地球で怖いなんか怖いね。ちょっと気をつけるわ。いいね。分かったからね。大丈夫大丈夫。分かったから。次行きますか。次こう。はい、気を取り直して。これ私だよね。そうだよ。そうですね。オッケー。ゆきに読んでほしいお話ですね。これ。はい。いきますね。ノアノアネームチャオズさんからいただきました。ナンオンエアの皆さん、こんばんのは。こんばんのは。これはまだ春の、これ何、これ春の。ちょっと待って、ちょっと待って一旦ストップしよう、一旦ストップしよう。あー、分かった、一旦ストップしよう。名残そう、名残ね。ちょっと待ってね。今なかったこと、他に読めない感じある。大丈夫、先に陰にしたか、陰にしたか。ボー、読んだか、ボー、多分バッチリバッチリ、あとは大丈夫だと思う。大丈夫、大丈夫。じゃあ最初から、じゃあ今のはなかった。はい。ノアノアネームチャオズさんからいただきました、ありがとうございます。ナンオンエアの皆様、こんばんのは。これはまだ春の名残があった5月にあった実話です。その日僕は友達と奮発して高級なお寿司を食べに行く約束をしてしまいました。当日着いたのは赤坂の某ホテル内にあるお寿司屋さん。入ると用意されていたカウンターに腰掛け、職人さんが一つ一つ丁寧にお寿司を握ってくれました。醤油を使わず特製のタレを塗られた寿司ネタが次々と繰り出され、その美味しさには感動のあまり言葉が出ず、ただただ舌包みを打つばかり。あ、なんつった今私。舌包み、包みだよね、あれなんつった今。今包みました。舌包みを打つばかり。だってこれひらがなじゃん。嘘でしょ、ひらがな。本当だ、ひらがなが漢字じゃなかった。あ、ちょっと待って、ちょっと今日よし。カマトロの炙りや、タレや塩で味付けされたアナゴは口の中に入れただけでとろけてしまうほどうまい、うますぎる。この会計はサービス料 10% も上乗せされて少々ヒヤッとするお値段でした。あまりの美味しさとお値段を見て、私は思わずこんなことを思ってしまったのです。今度は両親にご馳走してあげようと。以上です。趣旨と違う、趣旨と違う。もうコーナーの趣旨と違う。面白かった。いや、申し訳ない、私には向かなかったな。私には向かないんだよ。そういうことじゃない。面白かったですね。面白いです。これ舌包みはひらがななのに。そうなんだよ、ひらがな、ひらがな。私気づかなかったから大丈夫。本当に。ジャスイフ、ここにも。ごめん、次行こう。あ、もう次行った。お寿司美味しそうです。雑な感想ね。感想文が。だって醤油を使わないお寿司で、そこで気になった。タレ美味しそう。やっぱ舌包みだよね。舌包み。
鼓。舌鼓。怖いな。美味しそう。怖いな。怖いな。怖いポイントが違うんだよね。違う意味で怖い。怖いポイントが違う。怖い、本当に怖い。怖いね。怖いねっておばあちゃんも言ってるよ。怖い。怖いね。怖いね。寄せてきてくれる。寄せてきてくれる。安全におばあちゃんで。フードの子つぼっちゃったじゃん。下向いちゃったじゃん。あれは。ひんやりするコーナーなのに。笑いでどんどん熱くなっていってるんだけど。汗かいてきてるから。次こそ。次こそ寒い。ちょっと寒い話しよう。寒くしよう。ノアノアネーム、さんまたさんからいただきました。じりりと響く目覚まし止めておはよう眠いまだ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 体にいるものは何それはイメージワクワクするようなことは君とまだ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 冒険を続けようってこと遠すぎるなんて諦めてちゃガイドブック開いただけじゃんそんなの絶対もったいないさあ出発だやだどこにどこに向かうんだろう怖いこれ怖い怖いねでもさこれすごくない怖いこれ面白いタイトルがそうタイトル怖くないよドライビング怖くないよドライビングうまいんだよな怖すぎるいやちょっと待って何本当になんかさ本当に怖いを狙ってるのかちょっと怪しい方が何人かいらっしゃる何者かどうしたびっくりしちゃった何者ですかすごいねイメージイメージそれイメージイメージそうなんだびっくりしちゃったみなちゃんが可愛かったからえ可愛かった可愛かったから可愛かったから楽さ楽さそういうことまあまあ個性豊かなホラーをね見れたということで皆さん涼しい夏をどうかお過ごしください暑くなったな CM の後はお便りのコーナーですナノエアがナノエア長野が生んだ大食いリーダーノアノアパープル飯野美沙子爆弾ノアノアピンク岩渕桃音みんなの孫ノアノアオレンジ片平美奈大和なでしこ面白いバージョンノアノアレッド神戸光穂音楽係ノアノアホワイト鈴木ひとみギャップ萌えショートノアノアグリーン田中由紀ナウオンエアがナウオンエアお便りのコーナーはいありがとうございますありがとうございますこのコーナーでは皆様からお寄せいただきましたお便りを読ませていただきます、はい、早速紹介をお願いしますはい、ノアノアネーム鳳凰美伝さんからいただきましたありがとうございますありがとうございま す, いますこんばんのはこんばんのは初めてお便りいたしますおありがとうございますありがとうございます遅ればせながらレインボーズボックス聴きました1曲目オーバーチュアを聴いてこのアルバムへの期待感が一気に高まりましたからのこのアルバムのタイトルチューンともいえるレインボーズハイウェイで早くもテンションも最高潮にさらにメンバー作詞の楽曲もバラエティに富んでいてこんな表現が合っているのか微妙ですが聴いていてとても楽しくまさに虹の詰め合わせと勝手に和訳にふさわしいアルバムだと感じましたノアの原点でもあるこの声が届きますようにをアルバムの取りに持ってきてることでこの曲このアルバムに対する強い思い入れが伝わってきました最後になりますが自分より頑張っている皆さんに頑張れとは言いづらいのでこれからも明るく元気に活動なさってくださいこれからのさらなるご活躍期待しています
とのことです。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？声が声が声がなんかいる笑えてね。冷静した。おじいちゃん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 、やばい、怖い。取りつかれてる。続いてるよ。さっきいじったからいじったから取りつかれた。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。うん、そうなんですよ。この声が届きますように最後に。そうなの、ね、そうそうそう、これはエモい、ね、また始まるよっていう思いだったり、こうなんかなんだろう、始まりの曲だから最後にも置けるんじゃないかなって思う。やっぱり最初の曲、ね、最初に聴くのもいいけど、うん、最後に聴くので、なんかさっきのねリスタート、うん、リスタートマイレゾリューションを今回のアンコールに置いたのも話しましたけど、うん、それともまたなんか同じような感じがするな、うん、最初の曲だからこそ最後に聴いてほしい思いもあるみたいな、うん、なんか一周回ってくる、そうそうそう、また、ね、でまたこっから何が見えるのかなみたいな感じがするので、うん、いいね、いい曲順ですよね。いいですね本当に。なんか年を重ねるごとにこうどんどん変化を持つ曲だなって思います。そうだね、 そうだね、うん、なんかライブの MC でも言ってたよ ね、 ね、うん、そう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 、ね、こんな感じだと思いますよ本当に。ありがとうございます。起きてる、起きてる、レモンちゃん起きてる、起きてる、起きてる、不思議なんだけど。ちょっとなんか民主党時間みたいになっててなんかね、間の取り方がねちょっと独特になっちゃった。面白いな。はい、じゃあ続いてのお便りお願いします。はい、読みます。はい、読める、ノアノア、ん、読める、あの、あの曲でしょ。ノアノアネーム、あなたの笑顔が最高のスパイスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ナンオンエアとワロップの皆さん、お元気ですか？ほえー、新しい元気元気。毎日夏休みの僕から、こんばんノア、こんばんノア。大丈夫か？突っ込まない方がいいのか？さて、いよいよ8月に突入。8月といえば楽しいことばかりですよね。花火大会に、お祭りに、盆踊りに、浴衣に水着、そして何よりも8月22日といえば我らがナウオンエアのリーダーみさみさの誕生日ですよね。超絶おめでとうございます。おめでとう。嬉しい嬉しい。いやー、ミサミサ大好きなんですよ。嬉しい、ありがとう。ミサミサのラジオやライブで頑張る姿を見てると、自分も頑張んなきゃあかんなと思いつつ、いつも元気をいただいております。ありがとうございます。私も来年には無事定職に就けるように頑張れ、頑張りますよね。頑張って。ハート、ミサミサハートもまだまだ暑い夏、うん、体には気をつけて お仕事頑張ってくださいね、うん、頑張ろうな。ナオンエアの皆さん、今年の夏は何か遊びたいこととかありましたら教えてくださいとのことです。おありがとうございます。ありがとうございます。そうよ、8月22日みさみさ、おめでとう、おめでとう、みさみさ、おめでとう、おめでとう、おめでとう、なんかいっぱいおめでとう、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 一人からいろんな声でおめでとう言われて、ありがとうございます、ありがとうございます。一緒に頑張ろうね。頑張りきるように仕事をね。皆さん頑張ろうね。頑張ろう。な、皆さんだってよ。え、何か遊びたいこと。夏。遊びたい。え、なんか全部したいよ。今ここで言ってくださったこと。確かに。花火大会だよ。花火大会もでもさ、ほとんど終わっ、今日、あ、今日収録日のさ、8月10日ってなんか結構あるんじゃなかった？そうなの？あ、そうなの？花火大会みたいな。そうなの？みんな行く気ないな。調べてないな。行きたいよ。毎年やってるよな。本当に。一人で行こうかなって思ったけど。やめた。やめた。無駄か。やめちゃった。やっぱ人が多いから、ね、危ないかなと思って。ああそうだね。みなちゃんもね、みなちゃんも、ね、誘拐されちゃう。いやちょっとまた違う危なさじゃないか。心配になっちゃうか。手持ちでやろうよっていう。花火。普通に花火。確かに。そうそう、そんな花火やりません。危ないですか。安全にね。やりたい。なんだこの花火。いいね。あれ去年みっちゃんと二人でやった。違う。危ない危ない。危ない危ない。皆さん真似しちゃダメです。絶対ダメです。ライブとかに光るものと間違ってる。危ない危ない。危ないよ。
それはダメですよ。ダメダメ、危ない危ない。去年私とみっちゃん2人でやった。そうそう、2人でやりましたね。いいのいいの、楽しかった。あれ10月とかだよね。だいぶ夏じゃないじゃん。だいぶ遅かったよね。夏に長袖着てたもんね。夏に夏らしいこと何もできなくて悔しいって言ってみっちゃんを呼び出して、そうそうそう、花火やろうぜ。そう、秋にね。そうそうそう、またそうなるな。いいね、今年はやりたいですね。やりたい、したい、夏らしいことしたい。しよう、怖い。どうぞどうぞだって。どうぞ一人で、どうぞ一人で。なんで一緒にしてくれないの？え、物によるかな。物による、そうだよね。その通りです。花火はオッケーだろ？花火は好きだよ。お、じゃあ何やろ？盆踊りは？盆踊りは、盆踊り、盆踊りは参加したくないな。見たい。盆踊りはダメ。じゃあ6人で盆踊り。そう、6人だったらいいけど。そうなの？何を囲むの？花火を囲む。やばい団体だよ、もう。大丈夫みたい。怖い話だよ。大丈夫。なんか儀式じゃん。いや、やりたいな。やりたい、やりたい、やりたいよね。やりたい。いい人にさ、弾いてもらえばよくない？盆踊りを？何？音楽を？曲を？生演奏盆踊り。いいね。みんなクラリネット吹きながらさ、あ、回ればいいよ。回ってさ、民謡吹いて。え？いいじゃん。じゃあなんか民謡。民謡。いいね、いいね。民謡。じゃあやろうか。やろうか、じゃあ。やるんですか。本当に毎年なんかさ、やろうやろう言っててさ、何も何もしてないから。本当にやる気あるみんな。すいません。本当にやろう。本当にやろう。今年こそ実行しましょう。ちょっと言ったね。私は言ったよ。私はいつでもね、準備 OK です。OK です。やるぞ。じゃあ、ももちゃん企画してね。企画？やりましょう。なんかさっきそういう話してたしね。そう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 、もうもうしてるから、そう、実現するだけで、あとはね、そう、あとはやるだけです。そうだよ、やるぞということで決意表明しました。はいはい、じゃあもう一つお便りいけるかな。はい、これかな。ノアノアネームのまるさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ノアの皆さん、のんばんのあ、新しい、何語が間違えちゃったかな。こんばんのあは初投稿です。ありがとうございます。ありがとうございます。7月27日に行われたレインボーズボックス発売記念イベント、虹の架け橋に大阪の方で参加させていただきました。だってみちゃんの地元大阪、大阪関西か。リリベは初めての参加でしたが、運よく一番前の席に座ることができて、間近でとても楽しむことができました。ライブパートでは初めて聞く生歌とダンスを目の前で聞いてみることができて、とても満足できました。またトークパートでは衣装の裏話、曲の話なども聞けて楽しかったです。本当に楽しかったので、今度はライブに参加してみたいと思います。ぜひ待ってます。ノアの皆さんは27日は名古屋大阪でのリリーベで大変だったと思いますが、美味しいものを食べたり、どこか観光したりすることはできましたか、と。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。名古屋も大阪もね、ほんと久しぶりに行かせていただきましたが、すごい久しぶりに。アニメイト名古屋さんで天むすをいただいたんですよ。うなぎ、アニメイトさんからうなぎの天むすをね、いただいて、土曜の牛の日、ちょうどね、そうそう、だとね、名古屋天むすのうなぎ版をいただいて、美味しかった。名古屋名物ドッキングみたいな、ちょっとね、美味しかったね。美味しかった。大阪では駅で、あの豚まん買った、買って、たこ焼き買って、たこ焼き買った、食べたよね、食べた、食べた、食べですよ、楽しみました。美味しかったね。匂いだけが、匂いだけで幸せだったね。ね、美味しかったよね。あれ、あれ、みちょあれ、みちょどうしたの、どうしたの、あれ、みちょどうした、みちゃん食べてない。みんなで今度食べよう。それもちょっと夏のやりたいリストに入れとくから。あ、そうだね。おい、雑だろ、雑だな。お祭りで行こうね。やりましょう。たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後はエンディングです。お送りしております、ナウオンエアがナウオンエアですが、あっという間にエンディングです。この番組ではお便りを募集しております。宛先はメールアットマークワロップドット co.jp までお願いいたします。お待ちしてます。お待ちしておりま す。さて、ここでお知らせです。はい、ファミリー劇場クラブさんにて、9月21日から、
私たちの、3周年記念ファーストフルライブの、模様が配信されちゃいます。そうなんです。はい、もうぜひね、その時会場にちょっと来れなかったんだよね、用事がっていう方も多分いらっしゃると思うので、あとこの時ね、目はやっぱ2つしかないからやっぱりこう追える人が限られてるから、そうそう、ぜひ6回ぐらい見てこう、そう、ね、みんなの表情とか見ていただけたらって思います。読めなかったお便りで、あの桃年岩渕さんの投げキスを見逃しましたっていう、あ、そうそう、あった、けしからんことですよこれは。これがちゃんと一時停止してね、そうそうそう、ガッツリなんですから。あ、そうね、戻ったりとかもできるの。そうそうそう、できるできるできる。じゃあもしじゃない、じっくり見てください、うん、ぜひよろしくお願いします。そしてね、ノアの合言葉という、私たちがいろんなさまざまな、本当にさまざまなシチュエーションに合わせて、うん、音声を録音し、それを公開するので録音し公開するので、はい、そうですっていうコンテンツもありますので、はい、皆様ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。そして私たち直屋はアニメ中の人ゲノムの挿入歌を担当させていただきます。挿入歌の方ではですね、新曲となっておりまして、中の人ゲノム、うん、ボーカルアルバム歌唱中02の方に収録されますので、こちら10月リリースです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、みやこプレミアムライブ2019、12月7日の方に、はい、ナウオンエア出演させていただきます。こちら京都です、うん、ぜひよし一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。お願いします。次回のナンオンエアがナンオンエアは9月17日火曜日20時30分からです。こちらもお楽しみにしてください。以上お時間になりました。ももちゃんこと岩渕桃音と、みっちゃんこと神戸みつほと、ゆっきーこと田中ゆきと、みさみさこと飯野みさこと、みんひとこと鈴木ひとみと、みなみこと片平みなでした。おやすみなさーい。